まず受験年度とお名前を教えてください。令和5年度受験の西林です。では、宅建士を目指された理由を教えてください。不動産で就職したいと思っていて、その不動産で使えるかなと思って受験しました。今まで宅建の勉強をされたことはありますか？去年はどんな結果でしたか？あと今年の結果はどうでしたか？去年は独学で勉強をしており、独学の時は31点でちょっと不合格となってしまって、今年は41点取ることができました。レックに入って勉強され始めた時期はいつですか？4月のことです。レックを選ばれた理由は何ですか？僕の家から近かったのでレックを選ばせてもらいました。師匠からすば本校の岡本講師はどんな先生でしたか？先生はとてもパワフルで、質問したことはすごく丁寧に教えてくれて、すごく分かりやすい先生でした。岡本講師の講義の特徴や良かったポイントも教えてください。先生の考えた語呂がすごく分かりやすくて、こうやっぱ試験の時にも役立って、あと質問もしても毎回毎回丁寧に教えてくれて、すごくありがたかったです。四条烏丸本校の雰囲気はどうでしたか？みんなが結構仲良くてアットホームな感じで、もうすごく勉強がやりやすかったです。最後にこれから宅建士を目指す方へメッセージをお願いします。僕は31から30点台からの壁がやっぱあると思ってるので、やっぱそういうそこからやっぱ追い込んで頑張っていってほしいと思います。